本田晴美は、日本の元競輪選手。現在は、デイリースポーツ専属の競輪評論家、YouTuber ーー。岡山県久米郡三崎町出身。現役時は、日本競輪選手会岡山支部所属。日本競輪学校第51期卒業。初出走は1983年4月21日の名古屋競輪場で、初勝利は4月29日の広島競輪場。 当時の岡山県立福渡高等学校を経て、競輪学校を適正試験で受験し合格。競輪学校では125人中71位と、会の成績ではあったが、デビュー後は一気に素質が開花し、1984年の2月には、デビュー1年足らずで早くも S 級優勝を成し遂げ、同年9月にオールスター競輪への出場を果たすと、以降は、 特別競輪でも決勝に進出するほどの常連選手となった。しかし当時の三強と称された中野光一、井上持長、滝沢正光の壁は厚くことごとく阻まれた。だが、滝沢の前世時代に別戦を組んで滝沢に対抗できるのは本田片岡勝美の岡山コンビだけと言われ、事実再三にわたって逃げ、まくりの自力勝負で滝沢を破っている。 中でも1987年の日本選手権、競輪決勝では、最終バックで逃げる清志島正一の番手を奪い取り、ついに悲願の初タイトルが見えたかに思われたが、直線に入って足が三角に回る状態になりずるずると後退してしまった。同年には、オーストリアのウィーンで開催された、世界自転車選手権に出場し、 プロケーリンでは残りあと2周過ぎから誘導を交わして先頭に立ちマークしていた井上持長の高アシストがあったとはいえ堂々とそのまま押し切り日本人選手として初めて優勝を果たし同大会のスプリント種目で優勝を果たした田原信之と共にチャンピオンジャージマイオアルカンシエールを獲得した2020年現在オリンピック 世界自転車選手権の両大会を通じて、競輪を制覇した日本人選手は、ホンダただ一人である。一方で、国内における特別競輪のタイトルは、無冠のままであり、1998年のオールスター競輪における決勝2着が最高の成績となっている。この年末の競輪グランプリに10年ぶりの出場を果たした。翌年の後半は、 ポップな似顔絵が描かれた限定ユニフォームを着て出走した。なお、記念競輪は26回優勝している。2012年10月12日の玉野競輪場で通算500勝を達成するなど長い間活躍を続けていたが、2015年6月25日からの玉野競輪場でのファイ開催を限りに引退することを発表し、 同開催最終日の6月27日第4 r a 級チャレンジ選抜戦7着が最後の競争となり、レース終了後に引退セレモニーが行われバンクを去った。同年7月7日、選手登録少女、通算成績2822 515勝。現役引退後は、神戸新聞社と契約、デイリースポーツの専属評論家として活動している。 2021年3月31日 YouTube にて自身のチャンネルターボハルチャンネル解説動画投稿を開始。1980年代半ばから1990年あたりまでの前世紀は先行主体の先鋒で戦っており、徐々に加速していきてのつけられないほどのトップスピードを発揮させる走りはターボエンジンとも称されていた。その印象が強烈だったこともあり。 選手生活の晩年においても、自力を放つと王子を知るファンから歓声が上がることがあった。レース出場直前に、唇に塩をたっぷり塗るスタイルで有名だった。ありがとうございます。